皆さん、こんにちは。2770地区、YouTube チャンネル、未来の扉、5月号をお届けいたします。3ヶ月ぶりのお届けとなってしまいました。先の見えない毎日が続いておりますが、皆様にはいかがお過ごしでしょうか。本日は、平和フェローについてお話を伺います。 ICU 平和フェローフォーストエリア連絡協議会コーディネーター補佐の水野正夫さんをお迎えいたしております。それでは水野さん、お願いいたします。ロータリアンの皆様、こんにちは。アゲオン市ロータリークラブの水野正夫と申します。本日は特別のお時間をいただき、平和フェローと ホストエリア連絡協議会についてのお話をさせていただきます。国際ロータリーの理事会とロータリー財団の管理委員会は、1980年代の初頭に平和推進のための常設フォーラムの設立を検討するようになりました。ロータリーがポール・ハリスの名のもとに平和と紛争解決のための学校を開くときがやってきたのではないか。 新しい大学を設立するのは難しいが、既存の教育機関に学部やセンターを設置するのは可能だと考え、1999年4月に管理委員会は平和と紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリー平和センターの創設を承認しました。現在、米国、日本、イギリス、スウェーデン、 オーストラリア、タイ、ウガンダの7つの大学と提携し、平和センターが活動しています。タイとウガンダ以外では、2年間の修士業、修士号取得コースが設置されています。タイのチュラロンコーン大学には、短期の平和研究に関する修了書取得コースがあります。また、2021年1月より、ウガンダのマケレレ大学にも、 新たに修了証取得コースの平和センターが設立されました。東京都三鷹市にある国際キリスト教大学 ICU とも呼ばれていますが、には2002年より修士号取得コースで毎年全世界から選ばれた最大10名の平和フェローが入学し修士号取得を目指しています。ICU のある三鷹ロータリークラブを中心に 東京都の2750及び2580地区、神奈川県の2590及び2780地区、千葉県の2790地区、そして埼玉県の2770地区の6つの地区がホストエリアとなって平和センターの運営をサポートしています。各ホストエリア地区は毎年1から2名の平和フェローへのカウンセラーを派遣しています。 年間6回前後のホストエリア連絡協議会を開催し、平和フェローとの初顔合わせ、カウンセラーのセミナー、平和フェローの日本文化体験旅行、修士号論文の発表の場である ICU の年次セミナーへの参加などの行事を行っています。ホストエリア連絡協議会の運営責任者であるコーディネーターは、 2750地区のファストガバーナーの中から選出されています。コーディネーターの下の3名のコーディネーター補佐と数名のアドバイザーが委員会の運営を支えています。2770地区からは2020年度より私がコーディネーター補佐として派遣されています。平和フェローがクラブで卓話をしたり、 地区大会や財団部門セミナーでの行事に参加する際の窓口を担当しています。また、ICU を卒業した平和フェロー学友との連絡網を作成、維持すること、日本から送り出した平和フェローとの連携、協力体制を整えることも期待されています。具体的には、昨年8月より毎月ズームによるオンラインミーティングを行い、帰国後の 平和フェロー学友との連携が強化されてきています。これはコロナ禍で移動を抑制されたことが原因で達成された大きな進歩です。また、2770地区から平和フェローを発掘する仕事も進めています。2770地区ではこの4年間に4名の推薦を行い、 オーストララリアののクインンズランド大学に2名の合格者を輩出しましまた日本全体で34地区から1年に2名程度の合格者しか出していないことを鑑みると、当地区が極めて良い成績を収めていることに間違いありません。今後、平和フェロー学友との連携がますます強まり、 海外での平和支援活動がさらに活発化されることが期待できます。2770地区の各クラブにて、そのような活動への参加要請がある場合には、ぜひとも連絡を取り合って活動を支えていきたいと思います。コロナ感染がまだ完全に収まっていない状況ではありますが、皆様のクラブからの平和フェローによる宅話要請等も受け付けてまいります。 今後ともよろしくお願いいたします。水野さん、貴重なお話をありがとうございました。それでは続きまして、平和フェロー17期生として活躍をされました、竹之内千秋さんにお話を伺います。それでは竹之内さん、お願いいたします。ロータリーの皆さん、こんにちは。第17期生平和フェローの竹之内千秋です。 本日は私のフェローとしての活動についてお話しさせていただきます。2019年2月からブリスベンにあるクイーンズランド大学に留学し、平和と紛争学を専攻しました。特に私は若者や子供の人権に興味があり、えー、紛争家や紛争の影響を受けた地域における人権の保護や、 人権の促進などに関する専門知識を身につけるために本、えー、プログラムに参加いたしました平和フェローとしてクイーンンズランド大学に集まったのは全部でで10人ですアメリカやドイツケニアやペルーなど世界各国から平和構築分野や開発支援の分野でのプロフェッショナルが集い本分野における専門知識を身につけるために修士号の え、勉強ですとか、現場実習を通した、えー、実務研修に従事しました、はい。本フェローの活動は、私自身のプロフェッショナルとして、また個人としての成長につながるとても貴重な体験となりました。特に、様々な経験や、あの、専門知識のバックグラウンドを持った各フェローとの関わり合いですとか、また一緒に 学んだ、えー、大学での授業を通して、今までになかった観点や考え方を身につけることができました。私はこれまで、えー、特に NGO や国際機関との関わりを通して、えー、開発支援、また紛争地域での支援の現場で、えー、での活動に従事してきましたが、えー、これまでとは違い、例えばコミュニティ、 における若者の立場ですとか違った観点から平和や紛争などについて考えるスキルを身につけることができました、えー、また平和フェローの中には例えばアメリカ人で元、えー、アメリカ軍の,あの部隊長であったりする方もいたんですけれども本当に全く違った観点から 世界平和や平和構築のやり方などについて考えさせられる競技となる場を設ける、えー、貴重な機会ともなりました。また平和フェローのプログラムというものは世界各国で様々な大学において平和構築や紛争解決の分野における修士号を取得できる特別な機会なのですが、えー、そんな中で私はクイーンズランド大学に行くことを選択しました。 特に私自身に興味を抱かせた理由の一つとして、えー、まあ、オーストラリアっていう世界の裏側において、あの、かなり特別な価値観を持った教授がたくさんいたことでした。例えば、オーストラリアの原住民、 の方々の文化や観点を研究している教授ですとか、ジェンダーの主流化の観点から、えー、アジアパシフィック地域における紛争解決に関して研究を行っている専門家の方々が様々な授業を教えており、例えば平和構築の分野だったとしても、えっ、ー、と、国際機関や国際的な政治、また法律の観点から 平和を構築するっていうことだけが平和構築ではないということを学びました。また平和フェロープログラムにはアプライドフィールドエクスペリエンスという現場実習を詰める機会があります。私の場合はそれを通してオランダ・デンハーグにある IDLO という国際機関に勤めることができました。 そこでの経験を通して、例えばソマリアにおいて、紛争の影響を受けた若者や女性、子どもたちが、どのような、えー、観点で彼らの人権を促進したいのかであるとか、コミュニティベースの、えー、活動を通して、どうやってソマリアにおける平和構築に貢献できるのかということを、えー、遠方でありながらも、デンハーグにおいて、えー の実務を通して学ぶことができました。現在は東京日本部がある日本の NGO において、ソマリアやケニア、南スーダンやトルコなどの紛争地帯での平和構築や紛争予防解決事業に従事しております。今後は平和フェロープログラムを通して学んだことや、専門知識、また自分自身の中で得た価値観などを活かし、 紛争解決や平和構築の分野での活動や、えー、世界での平和の構築に貢献できるよう従事してまいります。えー、第2770地区の皆様、また浦和中ロータリークラブの皆様のご支援のおかげで、平和フェローとしての貴重な体験を得ることができました。フェローとしての1年半の、えー、クイーンズランド大学での経験は、 私自身のプロフェッショナルまた個人としての成長につながるとても貴重な時間となりました改めまして「平和フェロー」の活動にご支援をいただき誠にありがとうございます